何者だ。よかった。苦しいものだな。自身がわからんということは。お前は。我は生命。本名じゃ。生命は私だ。本当にそうか。貴様が生命なら、私もまた生命。が美人が。おっと。いや。ここは夢の中。私を重複させようとしても無駄なこと。一つだけ教えてやる。もう間もなく都は闇に包まれ、我が悲願はなされ、止めようとしても無駄なことだ。文字この都に何が起ころうとしているのだ。ここか。手紙をよこしたという鬼が待つ場所とは。はい、生命様。一体何者なんでしょうね。またおかしなことにならないといいけど。にゃははは、見つけたにゃん、阿部の生命。今度こそこのにゃんがお前を倒してやるにゃん。はい。レッドなのね。なんだにゃん、その目は。覚悟するにゃん。え、めんならさお。どっちでするないが。私たちに力を貸して。ジュアビ。也被我给打晕了。你去哪哪去了？あそこの人おかしいな。カサラ、フーからあたしらを守ってくれるんだ。その身で受けなさい。この痛み。この痛み。はあ。돌려서。예。이야。세졌다많이너건방졌다상캔가맞아아타시냐마무리타이몬가아르카라네많이세징했어이봐건방져졌어기사마모아이니그르네반사됩니다성캔낄게없어서반사꼈어그나마나맞으면너도맞으라는거원래때리면나도때리는거해야되는데참없어마또마게다냐どうして勝てないにゃあなたが弱いからかも도발쳐라すこしでも言っていいことと悪いことがあるにゃ대놓고너존나약하다이러잖아生命様を呼び出したのはあなたですか。응何のことにゃ。ニャンはお前たちを見つけたから襲いかかっただけニャンよ。迷惑なやつだな。くそ、次は勝ってやるニャン。覚えてるだニャン。どうやら鬼違いだったみたいですね。あれ、じゃあ生命様を呼び出したのは。お兄ちゃん、やっぱりあれは生命様だよ。あ、キュッター。間違いないですが、今の生命様は。もう少し様子を見ましょう。お兄ちゃんの意地悪。うん、どうやら誰かに見られているようだ。こちらから探ってみるか。生命、大丈夫？うん、何がだ、神楽。昨日の夜うなされていたみたいだから。その何、ここ最近少し夢見が悪くてな。そうだな、後で八尾比丘尼にでも相談してみ、うん、そうした方がいいと思う。
生命様、先日のもみじ様の件、まだ悩まれているんですか？生命様が二人いるなんて、にわかには信じがたい話ですが。で、知ってる、これすでしょ。だが、状況証拠はある。一概に否定もできまい。そんな、生命様が二人いたら、琥珀はどちらにお使いすれば。単に、なんて、決まってますね。琥珀はいつでも、生命様のそばにいますよ。逃げたふりをして油断したところを襲う計画がなんでバレたにゃん。そんな気弱え。ぐぅ、こうなったら破れかぶれだにゃん。あ、どうしたわ。じゃし来なさい。隠す능력이없는데이거。너나합승능력이없다고。風から私らを守ってくれるんだ。煉獄の国やにゃ。はあ。わかった？たまにを続く限り。하고마무리하고요。三剣。蛇の道は変。蛇の道は変。枯れ木に花咲く。이게독이존나좋은게뭐냐면은계속중복적으로써요독이아가씨냐마무리타이밍가아르카라네개쩔죠푸우카라아타시라오마모테크레룬다다고리가무슨쟨탈출하고싶을거야여기서이거나오네기절나팔퍼너무심하지않냐차라리빙결을끼고말겠다이씨야빨리가야되나냐다쇼브레스카도쇼데시맞다隠れ身の術が。いや、トルクの。生命様、あれは。やはり何者かが隠れていたよ。귀엽다。데려다키우고싶어。生命様、生命様、会いたかった。生命식신이었다。덤벙대지는성격이지만길을자주잃는다。오빠와生命が어리양을부르기좋아하고生命が자신을잊은것을믿으귀엽다존나귀여워오久しぶりです生命様生命様근데왜오빠설명은안나옴존나차별하는데차별하잖아오빠설명안나와이동생은여동생나왔는데生命様あなたたちが何者かは知らないけど生命はわからないと思う私と会う前の記憶を失っているからやはりそういうことなのですね生命様んどういうことなのお兄ちゃん言ったじゃないか道場生命様は僕たちのことを覚えていないと思うとそんな嘘だよね生命様私のことを分かるよねほらほらこの自慢の羽をモフモフしてみてすまない以前のことを思い出せないのだ見たところ私にゆかりのあるものだとは思うのだがうわぁ生命様のバカそら귀엽다따라가는거道場待ちなさい行ってしまいましたね。どうする？生命。話を聞かせてくれないか。よし、おばさんになるな。私もこの記憶を取り戻す手がかりを探しているのだ。僕の名前はオグナ。ええぞ。
あの子は妹の道女です。以前ね、生命を引き抜生命を떠난후동생과둘이서보내고있다제멋대로인동생을도우면서사태의흐름을조용히관찰하고있다잠시만요共に生命様の式神でした。覚えていらっしゃらないみたいですが、生命様の式神？生命の式神ということは、琥珀は知ってるの？すみません、琥珀はずっと定員で眠っていたので。すみません。定員に戻られた生命様に困った事態が起こった場合、目覚めて手助けをする。それが琥珀のたった一つのお役目だったのです。それってもしかすると生命様はこんな事態を以前より予見されていたのかもしれません。イエオンいらご実は以前から生命様のことは観察させていただいていました。だから僕は生命様が記憶を失っていることを知っていたのです。ただ妹には心配させたくなくて、ずっと理由をつけて会わせないようにして。なるほど。でもとうとうバレてしまったと。はい、必死に止めたんですが、あの通りの性格なので。昔からそうです。生命様に甘えてばかりで困った妹です。私の式神だと言ったな。では私が記憶を失った時何をしていたのだ。妹と二人遠方までお使いに出ていました。文句をする。遠方？はい、熱田神宮まで調べてほしいことがあると。それは何だ。三種の神器草薙の剣についてです。草薙ですが、結局調べ物については空振りに終わりました。草薙の剣は熱田神宮にはなかったのです。なかったって。三種の神器の一つ草薙の剣は熱田神宮に奉納されているはずです。それがないなんて表沙汰になったら国を揺るがす大騒ぎですよ。僕にも分かりません、なぜなかったのか。そして記憶を失う前の私がなぜその調査を指示したのかも。か、그렇지。ですが妹と二人戻ってきて驚きました。生命様は僕たちを覚えていないし、他のみんなは好き勝手に生きてるし。他のみんなですか。はい、同じく生命様の式神だった者たちもどうやら記憶を失ってみんな都のあちこちで気ままに暮らしてて、僕のこともわからないみたいで。他にも生命の式神が。どうやら生命様と一緒にいた式神のほとんどは記憶を失っているみたいです。이거한두개만부른게아니네。訳が分からなくて、ただ隠れて様子を伺っていました。一体僕たちが都にいない間に何があったんですか。生命様もずっとその手がかりを探しています。ありがとう。少しだが貴重な手がかりを手に入れることができた。いえ、僕は生命様の式神ですから。その式神は不安なので。少し変わられましたよね。以前はもっとピリピリされていたというか、得体の知れない鋭さみたいなものがありました。今の生命様はなんというか、とても人間味にあふれている気が。妹さん放っておいていいの。そうだった、早く連れ戻しに行かないと。そんなに慌てなくても、その辺りにいるんじゃないですか。道場のやつすぐ迷子になるんですよ。大変だ、
すぐ探さないと。私も手伝おう。気になることがある。それに忘れてしまったことをあの子にしっかりと詫びなければな。全然トリコレ찾아서生命様のバカ、どうして私のことを覚えていないの。雪、泣かないで。可愛らしいわらべの子、恐れだ。いいことを教えてあげる。あの生命は偽物なのよ。偽物？ええ、私は本物の生命様を知っています。そりゃ、そりゃ合わせてあげましょう。生命様はあなたの気持ちを裏切ったりはしない。だからついていらっしゃい。따라가면안돼안되는데가면은아이모토요도코에行ってしまったんだ。落ち着いて、きっとそんなに遠くまで行ってないと思う。ひとまず手がかりを探しましょう。生命様、生命、さっきの話だけど、私気になることがあって。気になること？うん、亡くなったという草薙の剣の話、なぜだろう。その名前を聞くと胸がざわつくの。その、何か恐ろしいことを思い出しそうで。カングラ、苦しいなら無理はしなくていい。お前の記憶も必ず取り戻してみせよう。うん。でも、もし取り戻した記憶が恐ろしいものだったら、それを思い出すことはいいことなのかな。この辺りにはいないみたいです。あ、でも何か手がかりがあるかもしれません。しっかり見てみましょう。이개가나를계속쳐다보고있네。ゲゲゲ、また出やがったにゃん。もう今日は戦いたくないにゃん。あれもかつては生命様の式神だったものの一匹です。全然そんな風には見えませんが。まあ悪さをして生命様に捕まったので、ずっとあんな感じですけどね。お、生命じゃないか。どうかされたんですか。その僕と同じような姿形のあやかしの女の子を見ませんでしたか。うん、あなたと同じような。おい弟よ、あれじゃないか、さっき寒そうな女と歩いていた。それってどこで見ました。落ち着けって。確か向こうの方へ一緒に歩いて行ったぜ。すみません、仕事の途中なもので、あまり詳しいことは。いや、助かった、ありがとう。ここうっすらと地面が凍ってるみたい。かすかな陽気を感じる。どうやら鬼の仕業のようだ。妹の気配も感じます。ここにいたのは間違いないです。くんくん、どうやらずっと向こうへ続いて。行ってみましょう。は、말잘라불러。妹よ、無事でいてください。誰かと一緒だった、そう言ってたのも気になる。全然予想しもたいました。お兄ちゃん。妹よ、さあ戻ってくるんだ。生命様も心配されていたぞ。やだもん、私は本物の生命様に会いに行くんだから。ええ、その通り。本物の生命様なら決してあなたを裏切ったり。お前は何者だ。私は雪女、生命様の式神です。生命式神。あなたではない、本物の生命様の。뜨거운마음을가지고있을지도모른다。もう一人の生命。この人の言う通りだもん。私のことを覚えてない生命様なんて偽物に決まってるんだから。まったく、
前はいつも聞き分けのない。生命様、こうなったら無理やり捕まえて連れ帰りましょう。それはよろしく。お兄ちゃんのバカ、できるものならやってみろ。手を貸しますよ。あんな奴らやっつけてしまいましょう。うん、覚悟しろ。はい、青年様の偽物め。私たちの力を貸して。トリコイジャーシコルジコルジャンプロンで私に守りたいもんがあるからね。火の魂ボール。なふねうえろ。下午呀放开西路他妈是死去啊啊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 守りたいもんがあるからね。はぁ、ちょ、吹き荒らす教授とある。じゃあ、たちが勝つ。風雨からあたしらを守ってくれるんだ。貴様も愛に狂うね。このままでいっちゃう。関係この…蛇の道は蛇。蛇の道は蛇。おにゃん。まさかここまで力を取り戻しているなんて。さあ覚悟してください。何者かは知らんが、知っていることを洗いざらい吐いても。助けを、お助けください。黒生命様。黒生命。ほい、不甲斐ないぞ雪女。진짜生命だ。어둠의生命인데。あれは、あれがもう一人の生命。お前は何者だ。我が名は生命。陰陽師、道場よ。式神として我が元へ戻ってこい。ちょっと無造かせね。妹よ。道場、すまない。私がお前のことを覚えていないのは実だが、必ず思い出してみせる。お前のことも、自身のことも。生命様、間違いない。この手の感触、本物の。이렇게손잡아주고말하는거아닐까。本物の生뭐지。今日がそがれた。行くぞ雪女。はい黒生命様。待て、せいぜい抵抗してみせることだ。貴様にそれができるのなら、都は闇に包まれ、間もなく我が悲願は成就される。逃がしたか。生命。黒生命、もう一人の私。どうなるんだ。そして私が調べようとしていた草薙の剣の行方、記憶を失う前、私は何をしようとしていたのだ。ちょっと待って、25レベルで열리죠。